21日米女子ゴルフメジャーシェブロン選手権最終日、米テキサス州カールトンウーツ C。メジャー初戦のこの大会は、優勝者が18番グリーンそばの池に飛び込むことが恒例になっている。時折強い北風が吹く肌寒い天候だったが、優勝インタビューで、もちろん飛び込みます。と宣言したネリーは、キャディーラに続いて豪快にダイブ。 米国からの絶対女王誕生を待ちわびていたギャラリーたちは、大歓声で湧き返った。第 3R を終えた時点では1打差2位だったが、最終 R の1番で首位に並び、前半は3バーディー、ボギーなし。後半は2つボギーを叩いたが、最終18番を取り、拳を握った。出場5連勝は19、1978年ナンシー・ロペス。 米国2004から5年アニカソレンスタムスウェーデンに続いて3人目だ。米女子ツアーは韓国やタイなどのアジア勢の躍進で、米国勢劣勢の時代が長く続いた。2021年に全米女子プロを取り、東京五輪で金メダルを獲得するなど順風満帆だったネリー自身も、22年に左腕血栓症の手術を受け、 長期戦線離脱していた。両親ともテニスの元名選手で、姉はツアー6勝のジェシカ・コルダ。177センチと長身のネリーは、モデルとして活動した時期があり、人気も抜群だ。この2週間は、本当に緊張していたが、これでやっと息ができる。21年と22年は、ゴルフコースの内外で懸命に努力し続けた。 それが最高の形で報われた。五連勝をメジャーで達成できて、すごく幸せす、と感激に浸った。